皆さんどうもこんばんは。なおさんからねリットいただいたんで、2種類わざわざ2種類もくれて、しかも表より分厚いアルミなんですよね。がっちりしてて、これいいっすよ。せっかくなんで今日これで遊びたいと思います。まあ簡単なもんだんでね、とりあえずご飯を炊くよと。まずテポさんからいただいてるアメスビットもいきますか。これ今回これ大事ね。燃料はちょっとなんかまっすぐじゃないので、ちょうどちょっとカメラアングル変えますね。まっすぐじゃないというかこんな感じ。まず準備、こうパカって取れるところがまあいいっすよね。中見ながらやれるんでバッチリっすよ。おお、水入ってたんですよ。うん、バッチリっすよ。どっちでご飯炊こうかな。ふけ方が炊きやすいかな。もしそうすればちょっといろいろやっていきますか。まずこれで、ちょっと刃物類も持ってきてね。失敗するかな。ご飯は失敗しても大丈夫なんで、ちょっとちょっと柔らかめにいきます。でこれはおいでおいての、でこっちちょっと深めなんで、こっちでちょっと青森名物の富士壺行きたいと思います。ちょっと入らなかったんで割りました。少しちょっと長め出ちゃってるね。日本酒酒蒸しっぽくこのもんでいいべ。ちょっとこれ飲みますね。うん、やだら飲みやすい日本酒だな。13度以上14度未満だって。どうせ低いんですかね。あんま日本酒飲まないんだけど。おー、いいね、いいね。
燃料を盛り入れたはずなんで、結構ちょっくらね、やべえ、ナイフ類一切研いでないんで、やっぱ切れねえ。これじゃダメだ、これでいいや。カタカタ寿司、ちょっと手で失礼。あれ箸準備してない。うめ、箸取ってきます。富士壺も昔からあったんですけども、なんつうのかな、昔はキロ1000円ぐらいだったのかな、今もっといい値段してます。なかなか持ち運び面倒でさ、袋破っちゃうんですよ、あれ中からピュッピュッて触手みたいなの出て、なかなか不評なあれだったんですけどね。百均橋、まあハタハタの寿司ちょっと食いますか。ご飯も炊きたいんでね、一匹が二匹ちょっと残したいところだ。いただきます、カタカタ寿司。うん、うめ、うわ、久しぶりに食ったな。すいません、乾杯いきます。いいビクった。これ人参のぬか漬けです。絶対ねえんじゃねえ。しまった、映ってない。映ってない、もう一回。カタカタ寿司。うん、うめ。アンド人参のぬか漬け、年いくとね、なんつうの、塩気と酸っぱみが酸味っつうのかな、いいんですよね。子供の時は絶対嫌だったけど、この酸味腐ってるんじゃないかっていう。来ました、この火力です、燃料多めだと。